どうも、キスケです。今回はハイパーメガリルドを使っていこうと思います。はい、まあ、なんで使っていくかというと、こいつ6凸になったんですよね。スーパー17号のガシャでめちゃめちゃ出て、こいつなんか連続3回ぐらい出て、まあ6凸になったんで、こいつ自身が、こいつ自身のマックスステータスになったわけですよ。はい、ということでステータスちょっと見ていきましょう。こんな感じ。戦闘力74万の体力120万で、打撃が13万の射撃が12万。やっぱ打撃はね、別格っすね。うん、他のキャラクターとか比べてみても相当高い方に入ると思います。で、打撃タイプにもかかわらず、こいつ防御力が相当あって、88000と88000。うん、やっぱり、機械ということもあってめちゃめちゃ硬いです。はい、で打撃2枚持ってくると、うん、いうことで、まあ6凸になったんでね、せっかくやからちょっと使いたいじゃないですか。で、もともとこいつ僕結構評価高くて相当強い部類に入ってたんですよね、自分の中の評価では。なので6凸ということで、ちょっと使うの楽しみですね。どれほどの火力が出るのかっていうのをちょっと見ていきたいです。ということで、今回使っていくパーティーがこちら、赤染めパーティーになります。相当、強化されてますこれ。うん、まずこのスーパーサイヤ人ベジータ、これも、2つ上げるんですよね。レッドの打撃攻撃防御力を 25% 上げると。この 2個上げるっていうのが相当強い。で、この赤ベジータね、これも、2個上げると。はい、でスーパーサイヤ人3悟空も、確か2個上げてくれる。はい、2個上げてくれるということで、めちゃめちゃ強化されてます。うん、もうメガリルドのためにみたいな感じでね。はい、相当カチカチのゴリゴリになってると思うんで、ちょっと楽しみですね。ということで、こちらのパーティーで PVP 回っていこうと思うんですけど、よろしければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあ、対戦やっていきましょう。人造人間パーティーですね。まあ13号出てくるよね、さすがに赤染めやったらやべ、あー間に合わないか。まあまあまあ、オッケー。あれ、ミスった。やべ、アーツとアーツの隙間を攻めてしまった。やらかしたな。まあまあまあ、いいでしょう。このハイパーメガリルドね、気絶とか麻痺とかその辺効かないんで、まあだいぶね、人造人間パーティーのあのスーパー17号の全体麻痺とか回避してくれて、こいつだけでボコンスか殴れるんで、まあその点もやっぱ優秀っすよね。うん、だいぶ優秀。 MP 入るね。いや、ちょっとね、この、あーやべえ、またミスった。またミスった。アーツが触れれない。やるなぁ。よく見ますね。ここは変えちゃおうか。まあ、ちょっと話変わっちゃうんですけど、ゲームから離れちゃうんですけど、実写化映画って皆さんどう思いますか？例えば漫画とかアニメになってるやつを実写化して映画にするっていうのをどう思います？おー、ラッキー。どう思います？僕はね、結構嫌なタイプなんですよ僕はね、結構嫌なタイプで、というのも、いや、嫌でもないか、作品を見極めてほしいっていう感じがあるんですよね。うん、例えば、漫画から実写化になったが映画で、デスノートとかカイジとか、あるでしょう。で、まあすごい最近で言うとキングダムとか、その辺はね結構好きなんですよ。うん、てかめちゃめちゃ好きな部類の映画に入ってるんですよね。デスノートとかカイジとか一体何往復したんだっていうくらい見てるし、キングダムも僕映画館に足を運んで見に行ったんですけど、すごい面白くて、ああ実写化悪くねえなーみたいな感じで思ってたんですけど、なんか最近ね、あれですよ、約束のネバーランドの実写化があるって聞いたんですよね。うん、まあもっと前から噂にはなってたかもしれないんですけど、約束のネバーランドの実写化があるということで、めちゃめちゃ不安なんですよね僕ね、約束のネバーランド、まあ今最新刊何巻まで出てるかちょっと忘れちゃったんやけど、まあ、全部見てるわけですよ。うん、全部見とって、ああめちゃめちゃ面白いなって言って2週ぐらいしてるんですけど、相当不安ですね。うん、一回こういうのでね騙された覚えがあるので、
鋼の錬金術師とかねもうボコボコにやられちゃったんで、うん、で鋼の、まあ、次の試合で話しましょうか対戦ありがとうございました。さあ対戦やっていきましょう。相手キゾメパーティーですね。キゾメパーティーと当たっちゃったっていうのはすごい申し訳ないんやけど、やっていきましょう。はい、ということで、まあ、さっきの試合の話の続きになるんですけど、鋼の錬金術師でマジで実写化への希望がねついえたというか、うわとんでもないことをしてくれたな貴様らっていうどっから目線なんやっていう感じなんやけど、そういう感じがあったんですよ、うん、それで実写化のブリーチとかもう見れなかったんですよね僕、さすがに。で今回約束のネバーランドの実写化でしょ、めちゃめちゃ不安なんですけど、結構好きな作品なんで、てかめちゃめちゃ漫画が好きな作品なんで見たいんだけどうんみたいな感じがねあるんですよね。うん、で実写化キャスト、まあ主人公3人いるわけでしょ、それでそのビジュアルを見て、またうーんって感じだったんですよ。なんか正直あ最高に当てはまってるって思わなかったんですよね僕、うん、あまあこんぐらいかみたいなお前誰っていう感じなんやけど、お前誰っていうのはあれね、役者さんに言ってるわけじゃなくて俺自身に言ってるんですよ、どっから目線みたいな。お今日ライジングラッシュ当てるね、どっから目線ですかみたいな感じで言ってるんやけど、相当怖いんですよね。ブリーチも見てないんで結局判断はしてないんですけど、キングダムねすげえ面白かったんですよね、めちゃめちゃ面白くて、これは絶対まあ第2部が出るなっていう感じの話の内容やったんですけど、皆さん漫画とかアニメがこう実写化するっていうのどうですかね。うん、僕は結構抵抗があるタイプなんですよね最近。昔まではほんまにさあ貫け、おーよーし、昔まではデスノートとかカイジとかその辺で、あ最高やんみたいな感じで思っとったんやけど、あ通常打撃が発動しなかった思ってたんやけど、まあ、やっぱりね、鋼の錬金術師でこう鼻を折られたというか、あやべ、まあでも、ね、相当ね、なんていうかな、アラジンとか、ディズニーものですよね、ディズニーものアラジンとか、最近で言うとライオンキングとか、あと何やったっけな、まあまあまあディズニーって結構実写化してるじゃないですか、あ美女と野獣とかね、美女と野獣とか、これちょっとまずいか美女と野獣とかあるじゃないですか、だからまあそういうのは結構いけるんですけど、なんかね日本の実写化っていうとねすごい抵抗が生まれてくるんですよね、うん、でかつ僕の好きな約束のネバーランドっていう作品が実写化されるっていうことで、もう超絶不安しかないです超絶不安しかないです。これライジングで落としきれるかな、頼むよ頼むぜ。まあまあまあもうずっとなんか実写化映画に対する話をしてますけど、まだ次の試合でちょっと話しましょうか何もと続くねっていう感じやけどね。はい、対戦ありがとうございました。我々が全宇宙を征服するのだ。はい、ということで対戦やっていきましょう。お相手人造人間パーティーですね。はい、まあまあまあさっきの話の続きやっていきましょうか。ちょっとカパチェ外しするんでちょっと黙りますね。よし皆さん約束のネバーランド見てます？見てないかな、見てない人はちょっと音量ミュート10秒ぐらいしてほしいんですけど、あれって鬼とか出てくるでしょ、鬼、うん、あれどうすんやろうなと思って、その辺もちょっと不安やし、その敷地内とかその施設みたいなそういうクオリティとかどうなんのかなっていうのも思うし、一体どこまでやるんだっていうのもあるし、逆に鬼が出てくる前のちょっとミュートしてね、ネタバレ嫌な人はミュートして喋りますよ。脱出までやんのかなっていう気がしてるんですよね。どっちなんかなと思って、うん、それがね分かんない。まあでも脱出までやったら
確かに実写化はいけそうな気もするんですけど、あの話の本筋ってさ、脱出した後じゃないですか。脱出までって要は約束のネバーランドのつかみ部分みたいな感じで、読者を引き込む部分だと僕は思ってるんですよね。うん、なので一体どうなるのかなっていうのが正直なご感想でございますよ。まあできればね、脱出編で終わってほしいっていうところはあるんですけど、それやったら別に約束のネバーランドじゃなくてよくねみたいな。ねなんかプリズンブレイク映画化しろよみたいな感じになるんですけど、うん、まあ難しいところですよねやっぱ。はい、まあコメント欄でね、できれば皆さんが、あやべ、皆さんが思うその実写化に対する偏見みたいなところをね、あの教えていただければ、嬉しいかなっていう気がするんですけど、どうでしょう。はい、難しいですよねやっぱり。まあ、やっぱり実写化すべきってことはないけど、実写化しやすい、ライジングだよな、実写化しやすい漫画と実写化しにくい漫画ってあるじゃないですか。手から炎を出しちゃダメなんですよ実写化でね、うん、実写化で手から炎を出しちゃダメなの。ギャンブルしててほしいの。わかりますかね、僕が言いたいこと。多分大体わかってくれると思うけど、その点キングダムはねうまいこと実写化したなっていう感じがあって、やっぱねその中国でしっかりとロケっていうか撮影したおかげですごい迫力もあるし、すごいもうピシッと決まっててよかったなっていう感じあるんですよね。次の試合いきましょう。はい、対戦やっていきましょう。悪の系譜パーティーで、まあこっちがね赤染めだったから、お相手は青2枚できたっていう感じですね。やべ、あーくそ待ちすぎたまあこれは普通に変えていきましょう。いやーこれに勝ちたいな、うん、勝ちたい。はい、ということでまあ映画の話に戻るんですけど戻るっていうかもうゲームの話せよっていう感じじゃないけど、まあ、映画の話に戻るんですけど、皆さんどう思いますか。やっぱねコメント欄でこういうことを、あ、やばいやばいなこれ話していただけるとちょっとね、まあ嬉しいかなっていう、みんなの意見を聞きたいなっていう感じがあって、僕と同じような気持ちを持ってる人ね多分いらっしゃると思うんですよね。うん、そのなんていうかな、実写が向いてるよねっていう作品と実写が向いてないよねっていう作品があるよねっていう話ですよね。うん、僕はね約束のネバーランドはねちょっときついんじゃねえかなっていう気がしてます。はい、多分ね脱出までの、ところを映画にして、こうその興行収入っていうのかな、まあどれだけ映画が売れたかによって脱出した後の話をやるみたいな、多分そういう流れだとは思うんですけど、不安です逆にね皆さんが今すごい一番楽しみにしてる映画とかありますかね。逆にまだ見れてないけど次の休みまで待てませんみたいな、そういう映画があれば教えてほしいかなと思うんですけど、僕は圧倒的に、ジョーカーです。はい、10月、4日か5日か6日か忘れちゃったんですけど、それがねものすごい楽しみめちゃめちゃ楽しみです。はい、もうあれを見るためだけに9月を乗り切ってる感がすごいあって、もうねもうとんでもない楽しみを覚えてるんですよね僕。ああいうねダークなこう映画好きなんですよね。しかも R15 指定なんで結構ねリアルな、あ死んじゃうんやあ死んじゃうんだ、でまずいな。ライジング、よーし連れていく、これはいけそう。うん、びっくりマーク、カバちゃん外し行きましょうか。まあこれ試合終わっちゃうね。はい、ということで、僕が一番楽しみにしている映画ジョーカーと、まあ、実写化に対する、まあ、偏見ですよね、僕が勝手に思ってる感想はこんな感じでした。皆さんの意見をねちょっとコメント欄で教えていただけるとありがたいです。よくお似合いですよ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回はハイパーメガリルドを使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。相当強くないですか。うん、相当強いと僕は思います。まあ、振り属性の青色に対しても、やっぱ出血がついてるんで、まあ、そのままゴリゴリ殴っていけるというキャラクターやし、まあ、
上のランク帯になってくるとやっぱ悪の系譜が増えてくるんですよね。まあそういうキャラクターに対して、不死身無効でフルパワーフリーザーを落としきるっていうこともできるんで、めちゃめちゃ強いんじゃないかなっていう気がしますね。はい。まあパーティーを選びますかね。でも、やっぱり赤染めが一番しっくりくるパーティーなのは分かってるんですけど、どうしてもね青色で強いキャラクターっていうのがやっぱ PVP では多いので、そこがちょっと難しいかなっていう点はあるんですけど、まあそこはねもう普通に、ゴールデンフリーザーがしっかりと削り切ってくれるんで、まあ本当にプレイング次第っていう感じにはなりますかね。はい。でも相当強いキャラクターだと思います。ということで、よろしければチャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よろしければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。